5月5日、第37回国体に出席のため島根県東出雲町へ向かう笹川会長。その途中、畑地区へ立ち寄られ、人々の温かい歓迎を受けました。皆さんこんにちは。先生ご夫妻のご健康なご尊願をここに拝しまして、心からお祝いを申し上げるものでございます。頭中畑地区の婦人消防団は全国でも優秀な消防団の一つとして表彰されたことがあります。会長はここでも婦人消防団員20名を前に激励の挨拶。男女が別でありましたけれども、終戦後は男女同権であります。婦人消防も男子の消防に、負ける必要はありません。また遠慮する必要もありません。ご主人が夫にいらっしゃる、その間に火事が行ったからお父さん帰ってちょうだいでは間に合いません。そういうところから婦人消防を結成したんでありますけど、いいお母ちゃん、いいお父ちゃんになってもらいたいな。どうもありがとう。いつまでも子供たちに囲まれて楽しいひとときを過ごされました。